おはようございます。マルコメアミユです。これから朝ごはんを作ります。改めましておはようございます。朝起きたらめちゃめちゃ体調悪かった。強烈な吐き気と腹痛、喉のヒリヒリで早朝に目が覚めて気分最悪。原因は枕です。逆流性食道炎なので、横になると胃酸が逆流して食道を荒らします。なので普段は枕を高くして上半身を起こし気味に寝ています。私はこれを鬼枕と呼んでいるのですが、今朝は気づいたら鬼枕から転がり落ちてました。逆流性食道炎を発症したのは中学生時代。部活の準備運動で前屈をした際に胃酸が逆流したのがきっかけです。酸っぱい胃酸の訪れに糞門がキュンとした青春時代の思い出。あとは基本的に胃が動いていないとのことで、臓器レベルで怠け者なことが発覚。気持ち悪くて朝ごはんは食べられないので、今日は息子の分だけ作ります。それに加えて上腸間膜動脈症候群という病気で、食事をとると腹痛と吐き気が出ます。なので一度に1人前の食事を摂取できません。最近では2歳の息子の方が食べる。昔から小食イコールぶりっ子の風潮に悩まされてきましたが、逆に聞きたい。こんな女がぶりっ子をして何の得があるというのか。でも病気と知られるくらいならぶりっ子と思われた方がいい。周りの人に知られるのなんかはずいです。正直今までは旦那がいることに甘えて体調管理を怠ってしまい、結果去年1年の間に2回救急外来にお世話になってしまいました。息子と2人きりでそんな事態にならないよう気をつけていこうと思います。最近また体調が悪くなり体重激落ちくんです。重い腰を上げて来月胃カメラの予約を入れました。なんで旦那がいるうちにしなかったのだろうか。まあ息子を預けてリフレッシュ感覚で行ってきますわ。今日はあんまり動けそうにないので児童館でのんびり遊びます。さあ遊べ遊べ、いっぱい遊んで昼寝をするのだ。そして母に昼休みをくれ。回復しないので息子の昼ご飯だけ作ります。最近台所に立つと怒ります。しんどい時でも容赦ないのが子供のいいところですね。すまんがワイのライフはもうゼロだよ。君のご飯を作っているんだから、せめてもう少し粛々とした態度で待っていてほしいもんだ。自分の体調管理としては、揚げ物やチョコレート、カフェイン、アルコールをなるべく控えるようにしています。カップ麺とか冷凍パスタとかも大好きですが、私のポンコツの胃では処理ができない。小さい頃は油っぽいものを食べられないご年配を気の毒に思っていましたが、そんな私も30手前で早くもおばあちゃんの到来。和食に安心感を覚える体内年齢シニア世代です。最近は若者向けの歌よりもシルバー川柳に心打たれるようになりました。作り置きの煮込みハンバーグと揚げるだけのエビフライです。担当食べ、そして担当眠り。ハンバーグなくなって怒ってる。食べたらなくなるってことを2年生きてもわからんか。眠いのか機嫌が悪いです。ちょっと大変だけど、この感じならすぐにお昼寝してくれそうな予感がします。ないだと。寝かしつけしてだいぶ経ちますが、ずっともぞもぞしています。嘘でしょ、今日寝ないの。嘘だと言って。嘘だ、寝ませんでした。朝から食べていないので隙を見てエネルギーをつけようと思います。よく食べられなくなるのでウィンダーは常備しています。息子に隠れて背徳のウィンダー。気持ちが悪いので少しずつチャージします。これを10秒でチャージできる元気があれば私はご飯を食べたい。息子とかくれんぼタイム。一人で隠れるのは怖いらしく、いつも2人で隠れます。当たり前ですが誰も探しに来ません。ちなみに枕元に常にこいつがいます。こんなに部屋汚いのに喘息なんです。大きい発作は過去に一度だけなのでそんなに大したことはないですが、ベッド周りはこまめに掃除するようにします。この後息子と午後の部の遊びのプログラムを無事終了させ、
夕飯です。ちゃんとお食べ。少し食事をとってみましたがダメでした。息子も一人で食べるのは寂しいと思うので、明日はまた一緒にご飯が食べれるようになっているといいな。これは胃酸の分泌を抑えてくれる薬です。こんな小さな薬ですが、これを飲まない生活は考えられません。薬を体に入れたくないという意地があり、最低限で処方してもらっています。漢方とかならまだいいけど、薬はなんか怖い。昔胃酸で食道裂孔ヘルニアを起こした時はシュレックを溶かしたみたいな薬を飲んでいました。こんな見たことある？ということで、今日は体調がヘボすぎた一日でした。今夜は鬼枕から転げ落ちないように寝ますね。それではご視聴ありがとうございました。